そして続いて何かと話題の平本蓮選手です。2020年大晦日に MMA 転向するも現在2戦0勝2敗、今年3月のライジンランドマークボリューム2で現役ノックアウト王者の鈴木千尋選手に敗戦しました。今回カード発表の会見ではこれまでのビッグマウスからもう人の悪口は言いませんと突如キャラ変をしました。警部に行ってますか？前回の試合終わって一度警部に来て、はい、そこからはあの来てないですねどこで練習してるかは分かんないですか？まあ、ちょっと聞いてないんですけど、はい、まあ、前回の試合終わった後に、はい、まあ、僕はこういう練習がした方がいいと思うよっていう話をして、はい、戦うのは本人なんで、はい、なんでどこで練習してもいいよっていう話をして、うん、でまあ、そこから警部で今回の試合に向けては離れてます、ね、なるほど。じゃあ塾長今回セコンドつかないです？つかないです、うん、あの喧嘩したとかじゃないです関係性が悪いわけではないです悪いわけじゃないですね、うん。